皆さんこんにちは。こんにちは。今日はサイエンスのエドウィンこと、はい、菅野さんに来てもらってます。はい、よろしくお願いします。2023年空調婦人服すごいファンが出たということで、はい、はい、その紹介させていただいてもいいですか。お願いします。はい、はい、今回出させていただいたのが、うん、はい、プラズマクラスター、はいはい、シャープのね、このマーク、はい、シャープさんのプラズマクラスターの、はいはい、イオン の、はい、あの発生装置のついた、うん、まあ、ファンを出させていただきました。はいはい、ファンから出てるんですよね。ですね、うん、ファンの後ろに、はいはい、あのなんかちょっと熱いですもんね。そうですね、ボコッとしてる。これ普通ですもんね。あ、そうですね、これがあの通常のファン、うん、ただ後ろついてないと思うんですけど、はいはい、こちらの発生装置がついてまして、で、これがあの、うん、ここからイオンを出しちゃうということですね。はい、そうですね、はい、29万個、はい、弱で2時間、はい、で、実験した時の、はい、数字、実際シャープさんでやったんですよね。ああ、そうですね、はい、ね、で、片方だけなんですもんね、これついてるね。はい、販売してる、その品番何でしたっけ、これ品番が、RD の 9330PC、うん、は、はい、2つファンが入ってるんですけど、はい、プラズマクラスター技術搭載は、技術搭載のファンは片方のみです。はい、でもう片方は、通常の斜めのファンってことですね。ただ、ここのマークのところは、うん、ちょっと白の縁になっていて、はいはい、通常のファンのこのその、うん、ところの、モデルとは違う姿勢になってるんですけど、はい、一応その、性能としては通常斜めのファンになってます。うんうん、それ片方でも全然効果あるし、はい、両方プラズマクラスターにすると高くなっちゃうからっていうこともあるんですよね。そうですね。まあいろいろと、はい、まあいろいろあるんですよね。はい、もし2つともプラズマクラスターでいきたいんであれば、はい、2個買ってもらって、はい、2つともプラズマクラスターつけちゃえばいいってことですね。あ、そうですね、まあこう、うん、お金に余裕があり、余裕があり、プラズマクラスターをすごく好きな人は、はい、そうすればいいですよね。そうですね、はい、でプラズマクラスターにすることによって、はい、どんなメリットがあるのかというと、はいはい、一番は、うん、消臭のところの、うん、はいはい、はい、汗の匂いとかね、はい、まあ、夏場着るんで、はい、やっぱ汗かくし、はい、やっぱ匂い出ますよね。うん、でしかもそれはこっからファーって風出て撒き散らすというで空調負荷あるあるでよく聞きますから、それが軽減できるってことですよね。そうですね、まあ、そういった、うん、現場さんの声もあり、うん、機能のついたファンというのを今回開発させていただいたので、はい、実際なんか実験して、うん、あ、よかったんですもんね、多分あれなんか書いてありますよね。ちょっと見とこう、見てもいいんじゃないですか。あ、いいっすね。はい、その試験結果って書いてあるんですけど、うん、まあ、シャープ調べとか書いてあります、ね。じゃあいいじゃないですか、はい、シャープ調べでなんて書いてありますか。もう読んじゃいましょう。汗の匂い成分を染み込ませた試験編で、うん、消臭効果を2点運転法にて評価。まあ、消臭シャープのやってる実験で消臭効果が確認できたということは言えるわけですね。あ、そうですね、そうですね、はい、どんな、あの、載せさせていただいてるんでですよね、はい、どんな実験をしたかはよく分かりませんが、あ実際に今年から出るやつなんでね、はい、実際買ってもらってちょっと効果試してもらいたいですよね、はい、本当にね。あと、最後注意点としまして、はいはい、接続できるそのバッテリーの方、うん、はいはい、こちらの方がこれまでのその 12V の方ではなくて 24V の仕様のこちらのバッテリーにつながるのみ、はい、ものになるんで、ブルーのやつね、はい、ブルーのやつ、そうです、品番が RD939 ですね、はい、にしかつながらないと、はい、なので持ってるバッテリーにファンを新しくしようと思っても2023年版じゃないとつながらないので、そこだけ注意していただければ、ね、はい、あ、そうですね、はい、はい、お買い求めの時に、はい、そうですね、お間違いないようにお願いします、ですね、はい、はい、じゃあぜひとも、はい、プラズマクラスターファン、はい、RD9330PC よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるんでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にね、リンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。